フランシス・レーンはアメリカ合衆国の元陸上競技選手である。レーンは1896年アテネオリンピックに出場して男子100メートル走で3位となった。フランシス・レーンはシカゴで生まれた。プリンストン大学在学中だった1896年に彼はアテネオリンピックの100メートル走に出場した。レーンは予選第一組を1位で通過し決勝に臨んだ。 決勝では、同じアメリカのトーマス・バーク、ドイツのフリッツ・ホフマンに次いで、ハンガリーのソコリア・ライオスと、同着で3位に入った。1897年に、プリンストン大学を卒業したレーンは、セントルイス・ワシントン大学の医学部に入り、眼科医になるために学業を続けた。やがて彼は、ラッシュ医科大学の学部長となった。レーンは、シカゴで1927年に死去している。 1> 第1回アテネオリンピックでは3位の選手にはメダルは贈られなかった。獲得メダルの表示は便宜上第2回オリンピック以降と同様の表示を用いている。この大会にはプリンストン大学から彼を含めて4人の選手が出場した。その中にはレーンのいとこで棒高飛びで2位となったアルバート・タイラーも含まれている。 男子100メートル層の予選は3組で行われ、それぞれ5人ずつが出場した。アスレチックスアットザ1896ラナ、サマーゲームズ、メンズ100メーターズ2011年5月3日閲覧。ありがとうございます。